よっしゃい、下町探偵団源さんです。今日はね、人形町のね、ちょっと裏の方っていうのかな、西の方に来てるのだ。ここでね、ちょっと見せたいね、道があるの、路地っていうかね、それ今日はちょっと紹介するのだ。で、まあ、手前にこういうとこがあったんで、ちょっとついでに日本橋幼稚園があって、日本橋小学校があって、日本橋図書館までくっついてるという、物々しい、なんかごついビルのような。ここね、歴史あるところでね、西郷隆盛さんがね、住んでた住居跡なのだよ。うん、まあなんかこの重厚感が西郷隆盛って感じするよね。うん、有名な人も結構出てんだよ。昔の都知事だった青島元都知事もここ出てるし、あと誰がいたかな誰かいたかな、あ、岡本太郎さんがね、ちょっとだけいたとかって聞いたことある。うん、地球儀だけ売ってるの、変わった店なのだ。まあ、今回はちょっとね、いや、またゆっくりと。で、今日お見せしたいのは、この右に見える、まだ見えないか、この右側に広がる小道、路地なのだ。ほら、なんとなくいい感じでしょ、風情がないかい。うん、ここら辺をちょっとずっと歩いてみるのだ。昔さ、花柳小菊って人がいて、で、まあその人は芸者だったんだよ。そんな関係で、ほら、なんかいい感じの昔ながらのちょっと高そうな店並んでるでしょ。あ、吉梅、こんな話はちょっと後でするわ。あれ、ここじゃないな。吉梅ね、3軒ぐらいあるんだよね、この通り沿いに。で、その吉梅という店の3つあるうちのどれかに住んでたの、花柳小菊という女性が。まあ、昔芸者だった人で、なんか、すごい、ね、映画スターとかに最後なったりとかしてね。あれは焼肉屋か。ただの焼肉屋。結構知る人は知る有名な人、まあそういう関係でここは芸者新町なんて呼ばれてたり、通称小菊さんがいたとこっていうことで。渋いよね、本当にね、渋い店たくさん並んでるよね。この昔はあれだったんだろうね、こういう感じだったんだろうね、ちょっと新しくしちゃったのかね。そういうことで、小菊通りとも呼ばれてるのだ。うん、結構ね、本当渋い店は、三船敏郎さんをモチーフにした店らしいんだけど、最初三船敏郎の家族が経営してるとか聞いたんだけど、違うっぽいね。多分三船家とあんま関係ないような気がする。で、ほら、これも読みづらいけど、吉梅、わかる？吉梅、吉梅のここは、まあ、あれだね、売店とかなんかちょっとなんかいろんな洒落たもん売ってるとこだね。うん、でね、多分1軒、ここで2軒でしょ、ここが3軒目になると思うんだよな。でも入れないよね。あ、入れなくていいんだ。これね、違うんだ。ここの石畳から入ってくんだよ、確か。うん、なんかね、ここの建物自体はすごいらしいよ。なんか有形文化財になってんだよ。で、ここに住んでた
らしい。小菊さんは花ヤギ小菊さん、なんかすごいね。名前のうち3つは植物だよ。花、柳、小さい菊。これすごいね。井戸まだ健在なんだろうね。出るもんね。すごいすごい。火の用心か。火の用心。あとね、ここのね、わしの中では人形町二大立ち食いそばって言ってんだけど、ここの店とこの裏にあるなんだっけな、名前忘れちゃった、立ち食いそば屋、かなりうまい、うん。でまあここまでなんだけどね。だからまあ小菊通りなんで、通りもちっちゃいということで、これで終わりなんだけど、まあせっかくここまで来たから、人形町といえば神社は水天、お寺はこの大観音寺。大観音寺って読むのかな、なんかちょっと読みにくいんだよね。菩薩像があるんだ。行くか。一応回りしといた方がいいな。人形町を撮らせていただいてるから。お寺の方かね。今日雨模様だから結構早くからライトアップされてるけど、まあ実はまだ2時ぐらいなのだ、うん。まあそういうわけで、さっきの小学校からここまで、ここは何通りって言うんだっけ、人形町通りだっけ、大通りまで、まあ、ほんの短い通りなんだけど、ほらこっちから見てもなんか雰囲気いいでしょ、うん。ここまでをちょっと今日はご紹介したのだ。ここからまっすぐ続いてるけど、こっちは違うね、雰囲気全然違うもんね、うん。じゃあ終わるかな。ああダイアナだ。これね、アナゴのね、アナゴの串焼きとか有名な、ほんと大きなね居酒屋なんだけどね、アナゴが有名なんでダイアナってもんだよ。外国の女性みたいな、イギリスの誰かみたいな名前だけど、そういうのとは全然関係ない。まあ終わってもいいんだけど、ちょっとだけ歩くかな。人形町横の道はね、横ってか東西の道はね、前ちょっと話したからね、この南北の道も一回話さなきゃなと思ってんだけど、パチンコ屋浅村、人形町もパチンコ屋昔結構あったんだけど、多分もう浅村だけじゃないかな、うん。古いよね。あとやっぱり人形焼き板倉屋。まあいいや、ここら辺の話はまた今度ゆっくりするとしよう。
まあ、とりあえず、長いことご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねなどなどしていただければとってもありがたいです。まあ、今日のところはこの辺で、これでいいのだ。